フリーとして活動する川上、ファイヤー、龍一、35、が、21日の後楽園大会でジレックス王者、田村隼人に敗れた。鈴木宏之社長を電流爆破バットで撃ち抜き、解雇されたことを逆恨みして、ハングリートを旗印に行動する川上はこの日、メインで田村に挑戦した。共に譲れぬ者同士の戦いは熾烈を極め、 肉体が激突する一心一体の攻防となったが、最後は田村のラリーアートで3カウントを奪われた。試合後、無様にも大の字になった川上は田村から、川上、やっぱつえーな。いつの間にかよ、一人で暴走しだして首になって、正直寂しいよ川上。おい今日やって、お前の魂が伝わったよ。いろいろ言ったけど、今日やって思ったよ。 川上、まだまだ俺たちはやり直せるぞ。俺が鈴木社長にと情けをかけられる。しかし川上は優しさに対して殴りかかるという反抗期のような反応で拒絶。そこへ現れたクリス・バイスと謎の黒覆面、そしてブラスナックル・順に肩を借りてリングを降りると、終わらねえぞと嫌な予感しかしない言葉をつぶやきながら去っていった。